東京オリンピックの開幕まで100日前となった今日、大会のマスコット像とシンボルマークが同時にお披露目されました。大会のマスコット像は縦1.5メートル、横2.6メートルで、東京都庁内の展示コーナーに設置されます。ただ、東京ではまん延防止等重点措置が適用されていて、感染の拡大を防止する観点から、 当面の間は非公開となります一方高尾山の山頂ではオリンピックシンボルが設置され同時公開されました縦1.8メートル横3メートルでオリンピック最終日の8月8日まで展示されます一方大阪では新型コロナ対策のため昨日に続いて吹田市の万博記念公園で聖火リレーが行われています2日目は 1964年の東京オリンピックで中学生代表として聖火リレーを伴走した西村茂雄さんがスタートを切りました。